犬サキ清の墓、犬サキ清は、江戸時代中期の土佐藩上司。六高は三百国。板垣支流イ,ヌイ氏の第五代当主。家紋は、茅野のうち十文字。板垣大輔の五世祖父。土佐藩上司官政法の次男として、高知城下に生まれる。通称は、長三郎で、後、宗次郎と称し、最後は、与江え宗左衛門と名乗った。母は、 前の貞時の娘。当初は兄、犬井かすが、犬井正方の総領であり、土佐藩主、山内豊政に、おまみを済ませていたが、1698年9月10日に、病死したため、1699年に改めて、豊政に、総領職おまみを命じられた。1712年、父、犬井正方の名代として、江戸金番を命じられる。 1715年7月16日、父、清邦が病死。1715年9月15日、土佐藩主、山内豊高より、暴風跡目を無双行下し置かれる。1725年、江戸金番を命じられる。1736年10月18日病死。墓は、土佐国土佐郡あざみの村板垣山の山頂にある、大来墓地に建てられた。 ご時中先祖処刑図長、土佐名家系府、土佐の墓、板垣精神、板垣大輔くん母親戦略、日光道将軍と板垣大輔、南度氏とは、先祖が重複。ありがとうございます。